ムーダウはドイツビュルテンベルク州ネッカー・オーデンバルト郡に属すマチソン。ムーダウはオーデンバルト南東部、ネッカー川とマイン川の間に位置する。長域は森に覆われた地域から南東部は穏やかな増式砂岩高地であるバウラント地方に至る標高285メートルから576メートルに広がっている。この付近は多くの小川が湧き出し、 ネッカー川とマイン川の分水界となっている。ガーベルバッハ川、ムート川、シュタインベヒライン川はマイン川に、ライゼンバッハ川、トリエンツバッハ川、エルツ川はネッカー川に向かって流れる。ムーダウはネッカー王自然公園内に含まれる、修繕域に知られた保養地である。近隣の大都市にフランクフルトアムマイン、ビュルツブルグ、ハイルブロン、ハイデルベルクがある。 ネッカー・オーデン・バルトの群長所在地である、モース・バッハまでは南に約 20km、ブーヒエンまでは東に約 10km、アモール・バッハまでは北に約 13km、それぞれ距離がある。ムーダウは全部で9つの地区からなる。ドーネ・バッハ、ユングレート、メルシェンハルト、エルンスト・タール、ムーダウ、ルムプフェン、シャイデン・タール、シュロッサウ、バルダウアー・バッハ、 シュタインバッハである。オーバーシャイデンタール城塞の遺跡ローマ帝国時代、この地域は、高地ゲルマニア属州に含まれていた。ネッカーオーデンバルト、リーイメスの遺構を、シュロッサオクやシャイデンタール区で見ることができる。ベネディクト会のアモールバッハ修道院は、中世世紀にアモールバッハの南側に広がる森に入植地を開拓した。これがこの町の起源である。12世紀からは、 近隣のビルデンベルク城に寄ったデュルン家の大官がこの村を治めた。領主権は1271年にマインツ大司教に売却された。ムーダウはムーダウゼントの主流となった。1426年には親教区のホラーバッフ教区から分離され、13の分、教会を持つ独自の教会組織の中心地となった。百二十五年のドイツ農民戦争では、 近隣のアモールバッハ修道院が略奪され、ビルデンベルク城が破壊された。30年戦争の際には、ムーダウとその周辺地域を両陣営が交軍した。17世紀になると、ムーダウは、数多くの都市の市や家畜市が開催される重要な市場町となった。世俗化により1803年に短い間ではあるが、ムーダウは、来人元高流となった。三年後に、 ライン同盟によってこれが廃止されると、バーデン大公領に移された。1848年の3月革命で、ブーヒエンにあった、ライ人行の農園マリエン兵衛と、エルンスト・タールクの会計局が消失した。ソ村役場も攻撃された。1849年の大火では、ムーダウノに、山が焼け落ちた。1971年、 メルシェンハルト1973年、ルムプフェン1974年、シャイデンタール、ランゲインエルツ、ドーネバッハ1975年、ダイゼンバッハ、シュロッサウ、バルダウアーバッハ、シュタインバッハマインツ市教領であったことから、以前の住民は完全にカトリック教徒であった。現在はカトリックが90%、プロテスタントが6%という構成になっている。 ムーダウには二つのカトリック教会組織と一つのプロテスタント教会組織がある。この他に自由教会の組織もある。この町の議会は二十議席からなる。赤字に銀の波斜め隊。その両側に六本スポークの銀の輪。波隊はムート川の水源地であることを象徴している。六本スポークの輪はマインツ大司教の紋章を示している。旧駅舎ムーダウは 1905年から1973年まで、現在は廃線となっているモースバッハからの狂気鉄道、オーデンバルトエクスプレスの終着点であった。現在はバス路線がこの町とラインネッカー S バーンのエーバーバッハ駅とを結んでいる。ドーネバッハ区にはドイッチランドファンクが送信されている、ドイツテレコム AG のドーネバッハ長波送信所がある。 多くのネッカー・オーデン・バルト、リーメスの遺跡を有するシュロッサウクのリーメスユーホミジ。ネッカー・オーデン・バルト、リーメスは、ネッカー川沿いのバーとビンプフェンから北に、ネッカーブルケン、シャイデンタール、シュロッサウを経由して、ボルトアムマインに至る。アルトゥール・グリムガカ。ありがとうございます。